それでは今回はハードオフ門間店の店内撮影動画になります。いきなり大きいのから始まるんですね。ここは本体がたくさん並んでおり、あーすごい古そうな本体ですね。これなんか手からビームみたいなのが出てます。プレステ4から3などもありますね。でメガドライブに入って、あーいろんな機種が並んでありますね。でここから裸のソフトがたくさん並んでて、でここから 3DS などの本体ですね。ずらーっとゲームボーイが並んでおり、で DS3DS の裸のソフトもたくさん並んでありますね。アドバンスなどもあり、この辺からちょっとレアなソフトも並んでるんですかね。ゲームウォッチとゲームボーイからスーパーファミコン、本当にいろんな機種が並んでますね。この辺はコントローラーなどがいろいろ揃ってあり、そしてここは大量のジャンクコーナーですね。あ、こっちはロックマン。同じソフトもずらっと並んでますけど、中には珍しそうなものもあるんじゃないでしょうか。で、ここからたくさんのサッカーが並んでおり、本当にすごい量のジャンク商品ですよね。で、ここから裸のファミコンが並んであり、あ、セガサターンのミストですね。あ、こちらはちょっと買おうかなって悩んだそうです。数は少ないですけど、こちらが Wii のコーナーですね。100円だから買おうかなって悩んでた感じですね。なんかこうやって同じものがたくさん並んでいると綺麗な感じがしますよね。で、ここから
本体多めの、あ、周辺機器コーナーですね。こうして見ると本当にかなりの量ですよね、ここ。あ、電車で GO のコントローラーなども置いてるんですね。あ、ここから PSP のジャンクの本体が並んでますね。これだけの PSP のジャンクの本体が並んでるのは珍しいんじゃないでしょうか。あ、この辺はいろんなジャンルのジャンクがショーケースに並んでるみたいですね。あ、ここからスイッチのコーナーですね。こちらはジャンクではないですね。そして Wii U も並んでおり、 Wii U はお買い求めやすい値段になってますね。新作が発表されたメトロイドも並んでますね。そして名作のゼルダも並んであり、あ、このドラクエはどうなんでしょう。すごい安いなって思うんですけど、おそらく全部ついてるようですよね。ここから 3DS ですね。妖怪ウォッチや人気シリーズも並んであり、で、下には DS も並んでありますね。かなり豊富に並んである感じですね。この辺はビータに入りましたね。ビータもお手頃な値段になってるものも多くなってきてますよね。こうしてみるとプレステ4もたくさんありますよね。あ、こちらはピエール滝版ですね。そしてここからプレステ3ですね。あ、スライクーパーコレクションがありますね。そしてラチェット&クランクもあって、プレステ3もまだまだ全然遊べますもんね。プレステ3は今すごく安いと思うので、面白いゲームソフトもお手頃価格で遊べるのですごくいいと思います。そしてここから PSP が並んであり、
ここからプレイステ2のようですね。レモンベイ、なんか聞いたことありますね。この辺は全く知らないですね。めっちゃ見てますけど。めっちゃ見てますね。あ、電車でゴーファイナル。で、プレステ1があり、あ、クロックタワーですね。あ、ここから裸のスーファミなども並んでて、あー、この辺はちょっと残念な感じですね。わー、すごい。ずらーっと並んでますよね。あ、大きめのファミコンソフトが並んであり、あ、これは何なんですかね。麻雀のコントローラーがありますね。そしてファミコンが並んでて、お手頃のソフトもありますし、珍しそうなソフトもありますね。この辺は見たことないかも。あ、ワギャーすごい安いんですね。これはエヴァンゲリオン？どういったゲームなんでしょう。あ、この辺はパソコンのゲームなんですかね。そしてスーファミのソフトも並んでますね。はい、というわけで今回の店内撮影動画は以上になります。またこういった撮影動画も出していきたいので、よろしかったらチャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。今後もゲームの購入品紹介や福袋開封、そしてライブ配信もレトロから最新まで幅広くしているので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。それではまた、森越カップーでした。バイバーイ。